文明開化着物でドリーマーズ。運命開花着物でドリーマーズです、今日も元気に50分間行ってみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、緊張してますか？ちょっと緊張してます。本当ですか？なんか全然余裕かなみたいな、ね、そうですね、はい、実は今日はなんとスタジオに違う人がいるんですよね。そうなんですよ、ね、なんかもうはるばると、はい、なんか私がね、はい、子供なので、うん、子供なのでそんなついてきてくれちゃったんです ね、はい、実は画面上では見えませんが、私たちの真ん前に素敵な女性が2人いるんですよ。多分生でいろんな反応が来そうで、なんか喋ってんのか笑ってんのか、私たちもねなんか忙しくなりそうな予感でございますが、はい、ということで、あっち側にはなんかマリさんっていうのとゾミさんっていうのがなんかいるらしいということで、はい、そこら辺もね反応しながらやっていただければと思います、はい、じゃあまずはお約束のことで、こちらですね、番組へのお便り待ってます。ラジオは聞くだけじゃつまらないっていうか、ラジオというかね、これインターネットテレビですので、画面上でね一緒に見れますよということで、ツイッターでのコメントもできるし、ファックスでのねコメントもできるということで、まあ時代はね今ファックスって言いながらもね、っていう人いるかもしれないけど、やっぱりね紙に書いてすぐ送れるっていうのはねいい感じですね。ぜひこの 03-5829-4815、 こちらファックスの宛先になってますので、 G でも A でも何でも書いて送っていただければということになってます。そしてツイッターの方はいつものように、鳥小屋ずりのこちらのページから見ていただいて、生放送中の質問はこちらというね、ここをポチッとしていただくと、そこから、いやもう目の前のゾミさんとマリさんなんかググるみたいな感じで多分すぐにツイッター来そうですよね。本当ですね、はい、ぜひお願いします、はい、さっきの写真があんな感じになってますけどね、うん、はい、でそこで、吹き出しマークのところをね書くと、ここからすぐに何でも書けますみたいな。今日も何でしょう。あ、綺麗いってきましたよ。ちょいとやっぱり ね、 ね、さっきいろいろ塗っといてよかったみたいなちょっと頑張っちゃいました、はい、という感じで、コメント気軽に入れていただければと思います。そしてなんかさ、窓の外すごいね。なんかちょっとすごい雨降ってきちゃいましたね。土砂降りやばい、ね、なんかシャワー傘ないみたいな。多分大丈夫、私たちが帰る頃には止みます。確かにですね、私たち持ってますので、はい、私ね大体降られないんですよ。あ、もう小降りになってきた、うん、確かに、ね、なってるなってる、私も晴れ女なんで大丈夫だと思います。はい、じゃあ50分間しっかり降っていただいて、はい、50分後はもう雨上がりという感じでね、はい、はい、そんなので行きたいと思います。ということで、まずは、協賛ですね、番組協賛もちょっと一つ二つと、こちらが私の旦那さんのね、着物のページです、残念ながら今日はお店はお休みということですが、なんか問屋に行ってなんか内職してるとか言ってるので、お店に行くとなんかいるかもしれませんが、でも、一応お店はお休みですので、また明日以降お待ちしております。よろしくお願いします。そしてもう一つ、スポンサー、私のね運命学カウンセリングということで、来週のイベントの告知でございますね、毎月毎月積水ハウスさんと一緒にコラボイベントをやっていまして、ディアウーマンがですね、で、先月から、錦糸町の積水ハウスのスムフムテラスというところでやり始めまして、前は池袋でしたが、今月も錦糸町でやっています、私の他にもこちらにね数秘の先生だとか気候の先生だとか、あれやこれやワンポイントメイクとかね、なんかいろいろありますので、ぜひ来ていただければと思います。錦糸町の駅のね直結してすぐ目の前という風な形になって、13時スタートで15時まで、入場無料になってますのでお待ちしてます。ということで、あ、時間も4分ですよ。1分縮めましたよ。いい感じですね。素晴らしいです。はい、では、本日のゲストをご紹介したいと思います。ヒカリンダ代表、アンテナベマルシェの横浜店店長の林田忍さんです。で自分で拍手しちゃいます。拍手しちゃって。っていう感じですからね。面白い。はい、いいですね。ね置いときますので、ね、何かあったら反応してくださいみたいな、ね、はい。ありがとうございます。はい、では、簡単に自己紹介からいきましょうかね。はい、はい、じゃあ私です、はい、いいですね、どうぞ、はいはい、私は神奈川県横浜市鶴見区から参りました、うんうん、で鶴見区のみで育った、はい
はい、鶴見から出たことない。出たことない。そうなんですね。ないんですよ。生まれも育ちも全て鶴見。鶴見、ね、ちょっと前まで、去年はちむどんどんで結構流行ってましたけども、うん、まあ、いい町なんですけれども、うん、そこで育っております。はい、はい、で、あ、まあ、どんどんいいんですね。いいですよ、どんどんいいですよ、はい、で、まあ、私は、まあ、元気、昔から、うん、まあ、なんかこう履歴書に書くって言ったら、うん、迷路快活、うん、それしか特技がなくて、うん、もう行動が早いことっていうのが、うん、まあ、私の特技かなっていうところなので、うん、まあ、今日もひしひしと感じます。あ、そうですよね、うん、なので今日も先週のちょっとね、イベントでお会いしたんですけど、うん、そうなんですよ、イベントでどうも初めましてって言ったら気がついたらもうここにいるみたいなっていう感じで2回目なんですよ今日。2回目ですよね、はい、なんですけど、まあ、はい、早速コメント来ました。ありがとうございます。こうやってくるんだ、面白いですね。こうやってくるんですよね。はい、マルシェね、始まりました。天気も動かしましたみたいな感じで、はい、そしてゾミさんですね、これね、はい、楽しみです。私も喋りたい。喋りましょうよ。喋りたい。すんごい喋りたくてしょうがない。私以上にラジオ出演したかった人なんで。なるほど。じゃあ時々こうね、神の声がどっかから、ね、聞こえてくるかもしれませんけれども、はい、ね、はい、そんなのはゾミさんかマリさんかなみたいな感じ で、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあね、そんな中でですよ、本当に、はい、あ、いいんですか、どうぞ続けてください。まあ、私、まあ、この間ねお会いしたのも、まあ、10年前ほどにアンテナベマルシェというものを、もともとはシングルマザーになるだろうなという時、うん、10年ぐらい前に、うん、で、まあ、3つの仕事を掛け持ちしてまして、うん、まあ、普通にこう雇われる雇用される仕事だけだったんですよ。でバイクで移動だったんですけど、うん、まあ、事故を起こしたらこれ全部収入なくなるし、うん、もしも離婚したらどうなんだろうなと思ってた時に、うん、まあ、知り合いの知人、まあ、それがゾミさんなんですけども、うん、あ、そうなんですね、まあ、はい、ゾミさんから、まあ、自分で稼ぐことしてみないかというふうに言われて、まあ、起業というよりも、まあ、そうだなって私のやっぱり必要なことだなと思いましたし、まあ、それが社会貢献につながるようなことだよって言われたので、まあ、そこからスタートして、まあ、今このような形で、まあ、ご縁をいただいて今日喋らせていただいてるって感じなんですよ。雷も始めました。嵐を呼んだかもしれないですね。すごいですね。嵐をみたいな感じでね。同世代かな。ちょっとまだね、生年月日聞いてないのでちょっと何ともそこが分かんないんですけども、でも、うん、ね、ちょっと今このね生い立ちというかそこら辺聞いた時に、あ、でもこの人サラリーマンで、ね、社長とか課長とかなんか目上の人から何か言われて言うこと聞くタイプじゃないなっていう。まあ、そうやっちゃいました。あ、そっか、そっちに持たせてくれみたいな。でまたコメント入りました。ありがとうございます。すごい面白いね。ありがとうございます。さ、じゃじゃーん、あ、野菜のたけしさんから来ましたよ。この間ほらマルシェの時に奈緒ちゃんと一緒に野菜を出してた、売っててくれた、売ってた、たけしさん、あ、ね、インタビューも受けた。はい、最後にかっこいいシャツか、Tシャツ、あ、そうなの、はい、買ってたんですよ。たけちゃん、後で写真出るから見てねみたいな感じですけども、今野菜、むむむ、見たことある美しい方かと思ったら鶴見のマルシェでお見かけしましたね。なおさんの後ろにいた、ただの八百屋ですとね、と言っても覚えてない。覚えてますよね。覚えてます、覚えてます。ただの八百屋っていうの結構インパクトありました。なるほどね。いいフレーズだと思います。はい、はい、ありがとうございます。ぜひ見てください。で、そのまま引き続き50分までね、はい、見てください。はい、はい、なので、うん、まあ言うこと聞くタイプじゃないし自分で何かやっていくタイプなんだろうな、多分後で生年月日聞いたら多分そういうことなんだろうななんて思います。そうです ね、 ね、まあ、上司にはね、うん、私も浜松町の方で働いてた時に、うん、あ、仕事やってるよりも、うん、夜なんかスナックとか、うん、バーとかやったら俺ら毎日行くけどなって言われてます。まあまあみたいな感じですね。そうです。あ、わかるわかる、わ、うん、かりますか、わ、うん、かります。まあ、でもそんなことないんですよ、今は起業してますから。そうですね。でもこの先まだ何でもできますので。そうですね、昼間はマルシェやって、はい、夜は実はママやってるところもあり得るかもしれないですね。はい、それもいいですね。はい、まあ、でも本当にいろんなね起業家さんと出会って、まあ、いろんな知恵をいただいて、まあ、今こういうふうに、まあ、マルシェっていうものをやらせてもらったんですけど、まあ、後でね写真見ていただければわかるかなと思います。うん、はい、はい、ありがとうございます。そして、はい、じゃあなぜそれをみたいな形で、うんうん、商売したことなかったって言いながらも、でもね、やっぱりさすがにいろんなことがどんどん進んでる感じですもんね。そうですね、うん、まあ、なんでやったかっていうと、まあ、今って何かこう、まあ、
一つの仕事ではなくて何かやっていかなきゃいけない時代になってるじゃないですか、うん、で、まあ、雇用だけのスタイルだと生活できないなっていうのはもう事実だなと思ったんですよ、うんうん、もう定年っていうのもね、うんうん、10年とかでもう迫ってきちゃいますし、うん、その後じゃあどうするんだろう、うん、子供に頼るわけにもいかないしっていうふうに思っていたので、うんまあ、本当になんか自分で稼げることはないかなと思って始めました、はいはい、でやっぱり私は結局シングルになりましたので、うんまあ、シングルマザーっていう状況の人たちっていうのも、うん、まあ本当に大変だと思うんですよ、うん、大変だと思う働いて、うん、子育てして、うん、お父さんもやって、うん、そうしたらやっぱり疲れちゃうし、うんね、子供とも接していかなきゃいけないし、うん、ってなった時に、うんまあ、今の本当にシングルマザーの人たちの年収って200万円ぐらいしかないんですって、うんうん、そうしたらだってやってけますか、うん、家賃もあって無理ですよね、うん、でそうなっていってしまっても困ったし、うん、私も家のローン も実はまだあるので、うんなんとかしていかなきゃいけないなというふうに思っていたので、うんまあ、本当にこういう情報とか、うん、こういう働き方とか、うん、そういうものを、うんまあ、シングルの人たちにも、うんまあ、シングルの人たちだけではなくてこれからの女性っていうのは、うん、旦那さんのお給料だけで食べていけない時代だと思うので、うん、やっぱり女性も、うん、自立して、うんまあ、一緒に稼いでいくっていう時代だと思うので、うんうんうん、だからこそこういう情報とか働き方っていうのを、うん伝えていきたいしみんなにも知ってもらいたいなというふうに思ってます。やっぱりね先駆者的な感じですねですかね。とりあえず私走ってくからついといてみたいななんかそんな感じよね。またコメント入りました、まあ、あ本当ですか。意外にコメントって入るんだ、ね、入れてくれて嬉しいございます、ね、嬉しいありがとうございます。マッキーニさんってマッキーニさんだって知らないけどなんでなんで福島から見てますとか言ってそう福島から見ていますので、うん、ありがとうございますありがとうございます。なんかスタジオ内のシーンとかいや福島からっていうのがちょっと私もね嬉しいですねありがとうございます。マッキーニさんもし何だったら私はこんなものですとかねまたコメントくださいみたいな感じですか、はい、まあ本当に福島県のねマリさんも今日応援に来てくれてますの で、ね、そうなんですよ。さすがだなと思いました。このために来たんですっけ。ああ、ね、声ちっちゃい声ちっちゃいですビバビバみたいなね、はいはい、そんな中でじゃあね、うん、なんか起業した時も430万社あった会社が現在は400万社ぐらいまでになっちゃっててもうその辺もね、はいはい、世の中変わってきてるっていう中 で、ねはい、やっぱりね林田さんにちょっと先駆者的な形で世の中切り込んでいただいて、うんねシングルマザーにしても他にもいろんな女性たちをね、こう応援していくっていう風な形で今あるのかなっていう、まあ、そうですね、うんまあ、結局何かやりたいなと思ってもまあ、まずそもそもが売るってことをしてきてなければどうやって売るの、うんうんうんまあ、物があったとしても売り方わからないですし、うん、ましてや広げ方とか集客っていう言葉すらもそうですよわからないような状況だったと思うんですよ、まあ、実際私もそうだったので、うんうん、なので、まあ、本当にそういう人たちに何を売ったら良いのかっていうものとかそういうものを伝えていきたいですし、うんまあ、その世の中っていうのはすごいスピードで変化しちゃってるじゃないですか、うんまあ、コロナの前から2000万円問題とかって言われてましたけど、はいはいはいね、それはもうあっという間に消えてしまってコロナに移っていって、うん、もっと2000万では足りないような、ねね、時代になっちゃったじゃないですか、うん、だから本当に世の中があっという間に変化していっているからこそ、うん、なんかもっともっといろんな人たちにこの情報をもう伝えていきたいなと思いますし私日本がやっぱり好きです、うん、私も好きです。やっぱ着物着てるぐらいなの で、ね、やっぱ日本文化好きなの で、ね、やっぱりこの日本を残していって、うん、この中で素敵なものが、ね、広がったらいいなって思う、うん、本当ですよね、うん、いや着物も私もすごく好きでうちの母もね、うん、佐渡螺旋家の方をやっているので、うんまあ、こう見えて、うん、着物も、ね、着る機会が多かったので、うん、やっぱり日本食べ物も美味しいし、ねはい、残していきたいなっていうのはもう本当に間違いないので、うん、そのためにもやっぱり女子が、うん、私たちみたいな年代とか、うんまあ、お母さんたちも含めて、うん、もう笑顔のあふれるお母さんたち女性が増えれば男性も元気になるなと思ってそうですそうです、ね、女性が綺麗だと男性もご機嫌だったりとかねうもう全部やっぱり女性が主体だったりとかしますもんね、うん、ですよね、はいはい、じゃそんな中で8年前ですかね、マルシェを立ち上げたということで、はいはい、そうですね、うんまあ、8年前に、うんまあ、本当にそのいろんな起業家さんとの
アドバイスで、うん、まあ、アンテナベマルシェというものを立ち上げました、うん、でそこのアンテナベマルシェっていうのはただのマルシェじゃなくって、うん、情報っていうものを扱うマルシェなんですよ。うん、そうピンピンって感じなんですけど、ね、どんなものかと言いますと、まあ、もともとはこのカシスドリンク、はい、ニュージーランド産のカシスなんですけど、ね、ちょっと本当出したら、うん、これね、あのニュージーランド産のね、カシスでちょっとニュージーランドは行ったことないんですけど、うん、まあ、うーん、すごい天気も紫外線が日本の7倍ですし空気も綺麗なので果物がすごくよく育つんですよ。なので一番美味しくて一番栄養価の高いカシスから取ってるジュース、うん、もう目にいいとか言ってるやつですよね、はい、目にはカシスいいですし、うん、血流もよくしますし、うん、なのでただのドリンクではなくて、うん、まあ、体にもいいドリンク、うんうん、それを、うん、あの通じて、まあ、いろんな方にね、知っていただこうっていうところから始まっているんですね。なので前に置いておきましょう。あ、そうですね。せっかくだよね。で、これ今日はあのカシスのジュースだけなんですけども本当は美味しいのカシスビールなんです。そうなんですよ。私もこの間のマルシェ行った時にで、あ、いいな、ビール後で飲もうと思いながらなおちゃんのところに行ってなおちゃんのところに行ったら最後八百屋の人でねハマっちゃった、ハマっちゃって、もうそこからずっと喋ってて、うん、で気がついたらもう夕方になって、で気がついたらあの洋服気に入ってみたいな、うん、そうですね、後ほどね、だからビール飲むタイミングがなかったんですよ。あ、残念。いや、次回ぜひ、ね、本当にねビール美味しいんですよ。うん、それに私が おやつとしておやつおつまみとしてつけてるカレーさんめちゃくちゃ合うんで、うん、本当はここでパーッと飲みたかったんですけど、ね、そうなんですよね。私もね情報がね、はい、何でも持ってきていいですよっていうところのまさかここまでっていうのはね、あ、そう、ちょっと初めてのねラジオ出演なんで、ね、今度言っておきますよね、はい、酒盛りができます宴会でそこの二人もぜひ酒盛りしましょう本当ですよね。でもまあこうやってねカシスドリンクというものを通じて、うんうん、まあ、本当にいろんな情報を募集して、まあ、それをマルシェにディスプレイしてるんですけども、うん、もちろんお客さんはカシスを飲むお客さんもたくさんいます、うんうん、カシスが美味しいから何度も来ていただける人もいるんですけれども、うん、それだけではなくて、うん、まあ、地元で私がやっているイベントの情報とか、うん、あとは、まあ、例えばゾミさんの個展の情報だったりとか、うんうん、あとは、まあ、いろんなお仕事私も募集しているので、うん、スマホの先生の、うんうんうん、お仕事情報があったりとか、はい、あとは、まあ、お店の告知で、うん、近所のお店とか近くでサロンを開いてる人とかのお店の情報とかを、まあ、置いていますのでそれを仕入れに来てくれる人もいらっしゃるんですよ、うんうんうん、そこからさらに発展した、まあ、実はビジネスエンタメ研究所っていう、なるほど、はい、かっこいい、これ名前すごいなと思って見てたんですけどね。面白いですよね、はいはい、商売を勉強するスクールとか、うん、まあ、勉強したことを実践しようということでシミュレーション型の商売探検イベントっていうのもやってるんですよ。うーん、これね、なんかこれからどうしようかなっていう方なんかぜひ行かれるといいと思いますし、今やってる自分のいろんなねビジネス的なものがなんかいまいちなんだかなっていう人も行くといいなみたいな、ね、そう、そんな感じです。本当に何からどこから手をつけようかなっていう方に、うん、まずは勉強していただいて、うん、実際に実践していく場所を作ったのが、うん、この間来ていただいた、はい、マルシェ、はい、ね、ハウスベマーケット、うん、まあ、道の家です。道の家、なるほど、はい、道の駅があるんだから、うん、家があってもいいんじゃないっていうことで、うん、これ素敵なお家なんですよ。後でね写真出てきますけど、ね、そうですね、まあ、ちょっといろんなものをあちこちにどかしながら、うん、もう2階なんかすごい荷物をもう山となってる場所もありながら、はい、まあ、皆さんに提供させていただいてるんですよ、うん、はい、それをもう7年前からスタートして、うん、まあ、今現在に至ってるという感じなんですよね、はい、じゃあちょっともう18分ぐらいになったので写真見ながらまたいろいろね盛りだくさんの話をしていきましょうか、はいはい、ぜひぜひね、はい、はい、見た方が早いですね。見た方が早いね、はい、見ると多分またね林田さんいろんなものがボロ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 出てくるんじゃないかな、うん、みたいな感じですけどね、はい、そうですね、はい、はい、じゃあこちらですね。あ、はい、これがうちの家なんですよ、はい、鶴見のお宅です、はい、みたいな鶴見の、うん、まあ、一軒家で、うん、まあ、ここまだ家のローンがあってそれを払いながらなんですけど でかい家ですよねいやね、大きく、まあ、そんなに、まあ、まあまあ普通なんですけど、まあ、これ普通とか言ったらなんか他の人困っちゃうよね、結構ね。あ、そうですよね、はい、まあ、でも住宅街で、うんうん、まあ、バス通りから若干近いんですけれども、うん、その住宅街に、まあ、こうやってテントを張って、うん、でカシスドリンクっていう、そう、入り口すぐのところがね、はい、ビールが売ってたんですよね。そうなんですよ。なおちゃんに会う前に飲んどきゃよかったとか思うよね、本当ね。そうですね、なおちゃんも飲んでたと思いますよ、ね、そうです次行きますかね、はいはい、
で、あの、まあ、あのうちのねマルシェの方にこの方どんな方かっていうと、うん、あの出川哲郎さんのお兄さん、うんうん、あ、そうなんですね。はい、そういえばなんか入り口にいたお兄さんに何か聞いたかも、出川さんのあれですよとか言って、はい、ちょっと今中入っちゃったとかって言われて会えなかったんですけど、はい、のり屋さんね、あの200年以上続く、まあ、老舗の方なんですけど、その方もマルシェの方で出店してもらっていて、結構今老舗のねこういう商売をされている方とか、あとは中小企業の方とかっていうのも一緒に出店していただいて、繋がっていって、はい、どんどん広がっていくんですね、はい、うん、で自宅でねこうやってやっているので、最初これ2回目なんですけど、うん、初めてここ来た時に、うん、うわこりゃ売れないなと思ったみたいなんですよ。あ、そうなんだ。はい、まあだってね、うんうんうん、駅からも遠いし、はいはいはい、でもう帰りに、いやーごめんね林田さん、僕まあちょっと舐めてたねみたいな感じで、まさかこんなに売れると思わなかったっていうことなんですよ。なるほど、うんうん、はい、なので結局ベイクォーターの方で出店してもらってるんですけど、そこより売り上げ実はあるという、ね、なるほどって言っちゃいましたけど、ね、そうですよね、はい、やっぱさ、なんて言うんだろう、うん、その見た目と違うしとか、やっぱりどんだけお客さん持ってるかってさ、ね、分かんない、やってみなきゃ分かんないですよ ね、 ね。さあ、そしてディアウーマンのなおちゃんですよ。お、はい、ハウスベマーケットではありがとうございました、楽しく出店できました、七海先生も遠くから来てくれてスカート履いてそれがこんなご縁につながるなんて、今度みんなお家に連れて行きます。ですよね、ありがとうございます。ですよ、ね、お待ちしてます。はい、他のディアウーマンのメンバーもぜひぜひね、ご縁がつながっていくといいですよね、うん、まあでもね、なおさんからのご縁でもあるのでね、うん、こうやってね、七海さんともね、はい、一緒にさせていただいてるのはありがたいなというふうに思ってます。はい、じゃあそんな出川さんの次の写真いきましょうか。はい、そうですね、はいはい、でこんな感じで、まあ、この方もサロンをやられてるんですけど、うん、外にまずは外でもね、うん、ハンドマッサージをクイックでやっているっていう感じになってます、うん、はい、じゃあ次ですかね。はい、そうですね、はい、でここでオーガニック使ったりとか、うん、でここは実はこの間、そうなんですよ、はい、スカートを ね購入していただいちゃって、後で写真見せますけれど もう、ね、びっくりです。今日着物着てますけどね、もうみんなびっくりするよみたいな、私のスカート姿みたいな。私は洋服姿が最初だったんで、うん、今日、ね、うわまたね新鮮だったんですけど、ここのお洋服がセレクトショップで、メゾンハローズといって私の自宅でね、うん、販売させていただいていて、まあ、委託で私は受けていて、真ん中にいる方がオーナーさんで、うん、ね、オーナーさんの話もいろいろ聞きましたが、すごいですね彼はね。ね、まあいろいろと本当にこう商売ずっとね、うん、270年続く陶芸 の、うん、方だったので、お家だったのがね、はい、うん、なのでまあ、美術的センス、芸術的センスで、お洋服選びがすごく大人気で、もうこの日来ていただいた時も本当に混んでて、うん、予約でずっと埋まっちゃってたんですけど、うん、これ2日目なんですけど、うん、ゆっくりしているのは、うん、ちょっとだけ時間あった時に来ていただいたのがこれ、うん、この方ちょっと後ろ姿なんですけど、うんうんうん、元、うん、パリコレモデル。お、そうなんですね、はい、もう現役の写真ちょっと出せないんですけど、それそうですよ、あと前向きは写真 NG かもしれないですから、そうなんです、後ろ向きで良かったですよ、はい、で後ろしか出せないんですけど、うんうん、そうですよ、現役の時代もめっちゃかっこいいんですよ。うん、まあ、そんな方が来ていただいて、お洋服 の、うん、のセンスも結構驚かれてました。この男性の方もすごいもん入ってるねって言って、なので私もこれもやり始めて6、7年ぐらい経ってるんですけど、うん、売り上げ絶好調です。すごいです。いや、そのお洋服もねすごいと思うんですけど、まあ、私もねなんか偶然ね合間の時間だったんだよね。そうなんですよ、たまたま本当にびっくりしました。さっきまでめちゃ混んでたんですよって言いながら上がってったら、うん、いや空いてるんでって言って、うん、いいんですかって、じゃあなんか説明しましょうかとか、なんかね、うん、あれしましょうかって言うから、あ、せっかく来たならぜひとか言って、うん、でもいろいろお話伺ってるうちになんか気がついたら来てたみたいな感じですね、はい、まあ、それはちょっと後ほどですけれども、ね、はい、はいはい、じゃあ次の写真いきましょうかね、はいはい、でこれが部屋の中なんですよ、うん、これは2日目なんですけど、うん、まあ、こうやってハンドマッサージを、うん、まあ、やっていただいてるって感じですね、うん、この方は福島から出店してもらってるんですよ、うん、そうなんですね、はい、はい、やっぱネットワークがすごいですね。そうですね、はい、まあまあまあ、始めた時はねまさかこんな形になると思ってなかったんですけども、事業でつながっていくと、うん、こんな風な形に、うん、家も、うん、なっていくんだなと思うと、いや、やっぱ生物で化学反応をするとミラクルが起きるから、うん、ね、今後の展開もまた楽しみですね、まあ、そうですね、うん、で、はい、オーガニックの商品もね扱っているので、うん、まあ、安心していただけるのかなというところは、うん、まあ、自分の家で扱っているものなので、うん、
全て安心あといいものっていうコンセプトは変えずに、うん、そこ絶対ですよね、うん、あやっぱ今有名メーカーダメっていうのがだんだんね国民分かってきましたからね。まあねどことは言わないですけど、ね、言えない。あでもここアズーリは大丈夫ですよきっとねみたいな、ね、とんがった番組ですからね、まあ、スタッフさん、はい、うんうんと言いました。じゃあ次行きましょうかね、はいはい、これ入って入り口のところですね。そうですね、うんまあ、これも、うん、本当にね、まあ、狭いところをうまく活用して、いやいやはい、あのまあお弁当ね、うん、食べていただいたりとか、はい、うちの母のお弁当も出して、うん、母も今84歳、うん、今年なるんですけど、あの途中でなんかさあのオレンジ買いに来た人かな。あそうそう、買ってた買ってた、ちっちゃい、ちっちゃいお母さん、まるい、はい、なるほど、あれがお母さんだったんですね。はい、そうです。で母のお弁当も結構人気、湘南ゴールドを何個か買ってたおばさんがいたみたいな。はいはい、そうです、そうです、はい、なのでまあ本当に母もお弁当売って、うん、このマルシェでさすがですね、稼いでました。さすがですね、やっぱ能力才能使わなきゃですね。もう本当ですね。今度は食べてください、ね、食べに行きます。はい、はい、で次行きます。はい、あそうこれですよ。あね、はい、これね、取材が入るということで、いや実はねベネシードさんという会社の、うん、BBS っていう番組で、うんうん、今度の5月14日に、うんはい、今週末ってことだよね。今週末の日曜日に放送されるんですよ、うんうん、見なきゃ、はい、で前回の4月に、実は福島の松本真理さんの方 の、うんうん、福島店がそうだったんですね、放送された、うんところからの2号店からのバトンタッチで1号店に来たって感じです。なるほど、全部つながってますね、はい、あまたたけしが来ましたね。たけしさん、はい、自宅でマルシェ、最初は正直面食らいましたってですよね。家でマルシェと、ね、頭をバットで叩かれた気分でも、あの日ディアウーマンの PB 商品を持って行って売っていたんですね。よく売れましたしねって、やおや感激みたいな、もちろんディアウーマンリーダーのナオさんの販売力もすごかったですが、ということで、なるほどね、はい、いや本当にありがとうございます。まあね、なのでああやってねナオさんもね、うん、取材受けてましたけど、多分今回出展されている方たくさんいらっしゃるんですけども、皆さんいろいろねコメントいただいてると思うんで、うんうん、ぜひもう見ていただけたらいいかなと。そうですね、はい、はいね、でこれ八百屋さんじゃあれただの八百屋、たけちゃんほら写真出したよみたいな、ね、私が隠し撮りをしたやつでございます、はい、あでもねその時の写真を載せてあげればよかったんですけど、うん、あのシャツから、うん、もう素敵なかっこいい T シャツ、そうだったんですね、買われてきました。ちょっとたけちゃんその写真を、Facebook じゃないな、ツイッターでなんか、ね、本当ですね、ちょうだいみたいなね、はいはい、ぜひぜひお願いします、はい、で、じゃあ次が私ですよ、はいはい、そうですね取材受けてましたね。なんで私は遊びに行っただけなのに釣られて釣られて取材を受けてしまったんだろうっていう、もうこれもねうちのディアウーマンの代表がね、うん、無茶ぶりな、うんね、ですね、高橋直人と書いて無茶ぶりって読むのかなみたいな感じでございますけど、はい、もう私の写真はいいですね、はい、みたいな感じでね、これ玄関先のところですよね、はい、これがね多分着てこられたお洋服ですね。そうです、そうです、あれがね、はい、はい、これがどう変化するか後でお楽しみいただければなと思います、はい、そうですね、はい、それがじゃあジャンじゃないですか、じゃあジャンかな、はい、ジャンですよ、ほらほらこれすごい素敵じゃないですかねえ、ありがとうございます。もう、ね、まあ、お顔もね綺麗だけれど、お洋服がまた変わるともっと ね、 ね、全然変わりますよね。ブラウスは同じなんですけども、はい、スカートとね上着のちょっと変わって、はい、こんなとか言って、いやすごい素敵です、ね、すかさずスカートだけは取って帰ってきましたみたいな、ね、本当に、いやあのスカートも、はい、欲しかった人何人かいらっしゃったみたいで、本当ですか、はい、やっぱちょっと色がいいなと思っておすすめされた時に、あなんか薄色のスカート欲しかったからちょうどいいかなと思って、履きやすいですしね、履きやすいです、はい、ちょっとゴムみたいな、そう、それ最高ですよこれからの展開ね食べ過ぎないようにしなきゃみたいな、ね、はい、いやでもこんな風に、うん、まあ、本当にコーディネートで大きく変わるの で、うん、そうですね、皆さんね多分、うん、鏡の前行くと自分のことわ可愛いって言っちゃうんですよ。本当ですよ、あのねさっきの男性の彼が、うん、ね、ちょっとあれですかこれですかって質問されて、でそれでちょっと喋ったぐらいで、じゃあもう少し、うん、雑談してる時の顔と彼の顔が途中から変わりましたからね。あ本当ですか。でピピピってチョイスしてピピピってやってくれて、うん、おーみたいな感じで魔術師ですよね。あ、うん、えそう、お弟、そうお姉さん、うん、そうなんだ、ちょっとよろしく言っといてくださいみたいなね、うん、
はい、まあ、いずれあのこの番組見てくださいみたいな感じですかね。はい、ありがとうございます。そしてまた来た、じゃじゃーんみたいな、あ、ゾミさんからまたね、うん、ガレージから縁側、そして裏庭、家の中、ここまで提供できる家は今時ないですよ。本当そうですよね。うん、まあね、まあ、確かにスペースがあるから、うん、スペースがあるからできることでね、やっぱりそこでレイアウトができて、そんな素晴らしいんで、今ね、たけちゃんから画像来たって感じですよ。でもね、スペースだけだとね、できないんですよ、うんうん、家族の協力ないと。あ、それもそう、そう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 、もうね、大邸宅に至って旦那がダメとか言ったらね、アウトだもんね。もう子供もいるわね、うん、ばあちゃんもいる私、うん、旦那いないですけど、うんうん、はい、大丈夫です。だから、ばあちゃんと子供はもう2階に押しやられてるみたいな、ね、ああ、そんな感じです。いやでも本当ね、理解があるって素晴らしい、それもミラクルの一つかなとか思いますよね。はい、じゃあそして次いきますかね、はい、あ、たけちゃんこれがどうなるみたいな、じゃん、あー、ほらかっこよくない。もう全然違うでしょ。すごい、これ野菜のたけしってちょっとフレーム変え、あのね、フレーズ変えなきゃいかんね。ね、ね、うん、ちょっとイケメンになっちゃうでしょ。イケメンになった。別に顔も髪の毛も変えてないんですけど。いや、ちょっと次だけじゃ会うときにはこれでお願いします。はい、本当ぜひ ね、そうしてほしいですね。いいですよ。でもね、残念ながら上着買ってかないで T シャツだけだったんで、あ、今度は上着買うように言っといてください。そうですね。はい。大丈夫です、言っておきます、はい、ありがとうございます。さすがたけちゃんフットワークいいね、さすがですね、ありがとうございます。じゃ続きをいきますかね、はい、はいはい、でね、あの今お洋服、はい、まあ、もう今お洋服の話がちょっと多くなってますけど、うんうん、ちょっと前回第1回自撮りグランプリということで、あのお洋服買っていただいた方がその買ったものを一つでも身につけていただいて、自分で写真撮って、うん、応募してもらった中でグランプリ、なるほど、そのままタイトル、はい、で自撮りグランプリ、なるほど、はい、でそうするとそれが第1位2位3位ということで、うん、プレゼント、すごいプレゼント付きなんですよ、はい、結構豪華なカバンとか、あのまあ、うん、万単位で、すごいですね、はい、なので今度ななみさんもそりゃ応募しなきゃって感じですよね、はいはい、なので第1位2位3位の人がまあマルシェに来ると、うん、あの人1位じゃないってみんな注目してたんです。タレント性ですね。なるほど、はい、そりゃ買った人も来てこなきゃですよね。そうなんですよ。なるほどなるほど。なのでちょっと次ダンということで、はい、はい、自撮りグランプリが、はい、5月28日し、あ、28日締め切りで、なるほど、応募しておりますので、あのまだ洋服買ったことないでも応募してみたいっていう人は私の方に連絡いただければ洋服買ってから応募していただけますので、うん、うん、なるほどなるほど、はい、うん、じゃあ、今なくても相談すれば、うん、エントリーできるっていうことになるね。そうですね。なるほどなるほど、はい、ぜひこの番組見てる方ね、ちょっととりあえず林田さんに連絡する、はい、Facebook もやってるし、はい、インスタもやってるし、はい、いろんなところで、あとこの後ねホームページも紹介していきますので、はい、チェック入れてもらえればですね、はい、はい、じゃあ次行きましょう、はい、結構いい時間になってきてるんだよね、はい、あ、そうですね、はい、でね、これがアンテナベマルシェの、うん、あのこれはちょっと山下公園で前回、山下、あ、そっか、あの後ろにいるのあの船ですね、川丸ですね、はいはいはい、山下公園でもこの間ちょっと出店させてもらいまして、あの結構あのいい売り上げだったんですよ、このカシスのジュースですね、はい、天候にも恵まれたので、あ、じゃあビールが美味しいですよ ね、なるほどね、ビール美味しかったんですよ、なるほどね、はい、なんかさ、お客さんより自分飲んでませんかみたいな。そうでした。まあ、でも本当にこうやってねやらせていただいてる横でゾミさんのアクセサリーも売って、うん、なるほどなるほど、はい、でそこでまあご縁つなぎで、その後ハウスベマーケットにね来ていただいたお客さんもいらっしゃったんで、こうやって自宅だけではなくて、まあマルシェなので外にもこうつながっていくことができるので、うんうん、そうですよね、やっぱ広がっていくことが一番ですからね、はい、まあ外に出てってまた自宅ね、うん、自宅から外へというような繰り返しで やらせてもらってます。そうやってどんどんループがこう大きくなっていく感じですね、うん、そうですね、はい、なるほど、はい、はい、じゃあ次、はい、でこちらが福島店の方なんですけども、はい、あのプロバスケットチームの B リーグで、うんうん、福島ファイヤーボンズというところの、はい、あのバスケチームがあるんですけど、はい、そこの実は福島店スポンサーやってまして、はい、でそこであのフードコートがあって、はいはい、あのずっともう2年3年ぐらい、あ、もっとか、常設みたいな感じ、はい、で毎回毎回出店してるんですよ、すごい、はい、で
まあ、そことはあの、まあ、福島店と横浜店って私はどちらかといえば地域なんですけど、うん、行政を中心にこう回っていってる感じもあって、あのスポンサーとか売っているんですけれども、うん、そこの中から実は次に、コラボメニューということで、うん、あ、はい、なかったでしたっけ、そうですね、はい、コラボメニューを出したりとかしてるんですよ、うんうん、選手のエチェニケ選手っていう方と、うんうん、カシスのジュースで、あ、これですこれです、うんうんうん、コラボして、うん、マンゴーカッシーっていう、なるほど、これもねまた美味しいんですよ、すごく、うん、これも研究して出しているので、まあ、もしもご興味ある方は福島のファイヤーボンズの方に行っていただけたら、そこで林田ですって言えばいいんですね、もう林田ですって言えばちょっと割引があるかもしれないです、つまりかもしれない、顔で顔で林田忍の名前は強力ですよ皆さんとりあえず何かあったら林田です、言っといてくださいね、つけでみたいな感じでダメだな高くつくみたいな、そう、そういうことです、おかしいな、やばいやばい、はい、まあ、でも、ね、一応名前を覚えておいた方がいいと思いますね、うん、はい、そうですね、そんな感じです、はい、そしてじゃあ次の画面が、はい、まあ、これが実はホームページになっておりまして、はい、まあ、マンゴーカッシーからずっとこう、うん、スクロールしていく感じになっていくんですけれども、うん、はい、はい、いろんなねメニューもありますし、うん、来ていただければただのこういうカシスジュースだけじゃなくて、うん、まあ、いろんな味を楽しんでいただけるんですね、うん、でこのマークもアンテナということで、うん、まあ、そういうマークになってます、うん、なるほどなるほど、はい、アンテナベマルシェ、このマーク見たらあっと思っていただければな、ね、あれパリですよね、パリエッフェル塔みたいなに近いんですけど、ね、電波塔なんですよ、電波塔ですね、はい、でこうやってプロバスケットチームのねスポンサーやってたりとか、お花見で出店したりとかっていうのもいろいろやらせてもらってますので、活躍してますね、すごいです ね、 ね、なのでぜひご興味ある方は、ホームページの方も覗いていただければなというふうに思ってます、やっぱね一人で何かやっててもなんだかなって言ってる人いっぱいいると思うんですよ、ね、そういうところにやっぱ林田さんと話をすることによって、いろんなヒントも生まれてね、そうするとそこから発想が変わったりとかね、そうですね、でまあ、本当にいろいろやってきたことで、長年やってきたことでマーケットもありますし、何か私も主婦から始まってますけれども、小さな起業をしだしたところからのステップアップをしてっているので、何かそういうアドバイスというほどの、ね、ものではないかもしれないんですけれども、いやちょっと謙遜しちゃいましたけど、そうですね、いやね、さっきも言ってたんだけど、さっきのマルシェで会った時にすごいなんか存在感が大きくて、私も洋服着せられたりなんだりかんだりとかしてる時にもさ、あ、なんかもう林田さんとお兄ちゃんね、なんか話聞いた時だ、こんなに私って変身できたらあれなんだななんて思って、そのイメージのまんまで今日会ったら、あれ林田さんってちっちゃいじゃないこんなちっちゃかったでしたっけみたいな、そうなんですよ、多分これも大きく見えてると思うんですけど、ね、あったらこんななんですよ、さっきのカフェで、1人2人3人みたいな感じあれ大きい方かなと思ったら、え、見覚えのある顔ではないえみたいな感じで、そうですよ、なんかね、オーラが違うんですね、それ経験者語るオーラですよね、あ、まあでもね、うん、いろんな酸いも甘いもいろんな経験をして、まあ本当に、うん、そうです ね、はい、もう何かあったら林田ですみたいな感じでございますね、はい、はい、またコメント、すごい嬉しいね今日、なんかね、今日さすが野菜のたけちゃんもね、たけちゃん、 ありがたい、いつの間に僕の写真、後で僕のインスタで晒しておきます、キムタクならぬキムタケキムタケになれますよ、いい、ねね、これから私はたけちゃんって呼ばないでキムタケって呼びます、ね、これ番組見た人キムタケみたいなね、はい、確かにキムタケで、みんなそれでじゃあね、統一しましょうね、キムタケで、はい、きましょう、ナムちゃんにもよろしく、キムタケでみたいな、ディアウマンの人が何それってなりそうですけどね、はい、キムタケで、ね、見ていただければ写真 ね、ちょっとわかると思います、はい、ビフォーアフターで、この番組は2週間後からすごい回転数になると思います、ね、確かに、ね、ぜひ福島でもガンガン見るしみたいなね、はい、ぜひぜひお願いします、さあじゃあ続きいきましょうかね、はい、はい、私いろいろとね取り扱い の授業内容もありまして、うん、まあ、カシスドリンクとか、あと信州自然村の物産の販売も実はしてたりとかしてるんですね、うん、あとはもちろんハウスベマーケットっていうのはチャレンジブースとして、うん、その新しい起業した人、うん、何かやりたいなと思ってるそのチャレンジブースの貸し出しっていうのもしてるんですけども、なるほど、その中でアクセサリーブランドのゾミという、うん、
ゾミバイエイコドットワイという長いね、うん、そうこれやねショップ名なんですけれども、ゾミバイエイコワイ、はい、エイコドットワイですね。ドットワイ、なるほど。こだわりなんですけど、でその取り扱いもしてまして、これが私ねいつも言ってるのが、作れば売れる作家なんですよ。すごいですね。もうね、在庫がないんですよ。そうか、売れちゃうからすぐ。そうか、もう早く作ってっていう、あるやつちょうだいっていうのはないんだ。そうなんですよ、うん、なのでこれも、ね、うん、そうそうそう、今ね、はい、宣伝しろって言われちゃいましたけども、はい、もうね、目の前から指示が来ました、はい、これとかなんかこれとかね、いろいろちょっとじゃらじゃら今日、はい、全部ゾミ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 みたいな感じですかね。いや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 、うざいぐらいなんですけど、言わなきゃダメですやっぱ、ね、そう言ったもんでガチですからね。でも本当にあの、まあ、マーケットをこう作ってきたことで、うん、本当に売れるなと私は近くで見てますので、うん、まあ、あの取り扱いもさせていただいてます、うん、なのでうちに来ていただければゾミさんの在庫があれば、うん、買えるかなっていうか、その場で作れみたいな感じとか確かにとりあえず予約で、いつまでのお願いしますみたいな、なんかそういう感じですね。そうですね、あ、そんな感じの人がいっぱいいるんですよ、ね、そうですよね。だんだんゾミさんの生活が大変になる、ね、そうそうそう、毎日作んなきゃいけないみたいなね、朝から晩までみたいなね全然作らないみたいなあれおかしいなみたいな。はい、でここにちょっと告知の、ね、コメントもらってて、身につける人を幸運にもたらすと、あ、はい、そうです ね、フェザーやホースシューとかね、メダイを主にモチーフにしてると、うん、で、この身につけると勇気が持てる、力が湧いてくる、はい、幸せな気持ちになれる、うんうんうん、もうなんかゾミさんのエネルギー注入みたいな感じですよね。注入してます。注入ですよね、はい、注入されていますよ本当に。いやでもさ、まんまこのまま林田さんだってエネルギーの塊みたいの、うん、なのに、うん、なおかつこのアクセサリーつけた、だからあんなに大きく見えたのかな。小林幸子みたいな、こんな、そうそうそう、んなに大きかったみたいな、本当ですよ。本当今日びっくりしたの、え、私よりもしかしてちっちゃいのかなみたいな感じ。ちっちゃかったよね。ちっちゃかった、私も見ました、ね、びっくりかもと思って。びっくりですよ、確かに、ね、跳ねつけて、ね、飛んでちゃいますよ、はい、スタジオに入れるから大丈夫だな感じですけどね。はい、そんな、大注目のインディアンジュエリーね、はい、そんなのも扱ってるということで、はい、はい、じゃあ次、あ、こちらが、あ、すごいゾミさんのところのページですよこれ、うん、そうです ね、ホームページも見つけてくれてました、はい、うちのスタッフね、はい、早いんですよ、はい、早いですね、さすがです、はい、若くてね、イケメンね、そうなんです、イケメンでね、はい、毎週私はこれが楽しみなんですあ、いや、ちょっとわかりますよちょっとわかります、大事ですからね、はい、そこね、はい、はいはい、じゃあ次いきましょうかね、はい、あと10分、そうですね、あと10分なので、はい、じゃあその後最後に伝えたいことっていう風なこととかを混ぜながら、はい、いきましょうかね、はい、そうですね、うん、では、あとなんだっけな、さっきの、うん、まあ、告知の部分、うん、後でいいですか、後でいいですか、うん、じゃあ後で、うん、後で、はい、で、まあ、本当に伝えたいことっていうのはですね、うん、まあ、本当にこれから自分で稼ぐなんていうのは、うん、私たちの年代というのは多分ピンとこない年代だと思うんですよ、うん、働いて、うん、雇われてなんぼ、うん、そうそうそう、まず大学とか高校出たらどこに就職しようかっていう時代だったんですけど、うんうんうん、それは本当にそういう時代ではもうなくなっちゃってるので、うん、世の中はそれを救うサービスっていうのもたくさん生まれてきてると思うんですよ、うん、その中で私も、まあ、ベネシードという、うん、あの会社を利用して才能が乏しかった私で、まあ、でも本当に主婦ぐらいしか特技がなかった、まあ、元気と、それはさ、やっぱりさ、うん、そこまでの間にそういうタイミングが合わなかったっていうだけ で、まあそうですね、今こんなに活躍してる人が、ね、うん、才能を出し惜しみしてたってことですよね、うん、そうですよね、まあ、開花ですよね、まあ、でもね、まあ、皆さんの本当におかげで、いやいや、まあ、多分さ、まだ底なし沼だよね、あ、じゃあまだまだ出てくる、もっと大きくならないと、ね、そう、大きくならない身長と体重で、まあ本当にでもね、そう、まあ、でもちっちゃなね、あの何か勇気があることで、うん、あのチャレンジしていけるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんもね、うん、あのチャレンジしていただきたいなと思いますし、うん、一度ね、あのまたハウスベの方にも遊びに来ていただけたらなと思います、うん、で今後の活動としては、うん、まあ、時代の流れを見ながら、うん、まあ、新規事業とかにもどんどんチャレンジしていきたいと思っていますし、うんうん、まあ、あと今やっているアンテナベマルシェっていうのを実はもっと世の中に広げていきたいなと、うん、横浜と福島しかないんですけど、うん、これやりたいみたいな、これ、ね、ここで、ね、インターネットテレビで、うん、これ YouTube になったら全世界ですから、ですよね、ですよ、これ、うん、
これ世界がいいね、世界デビューみたいな感じで行きたいですね。ね、でも、はい、本当にそういう風なね、あの人を広げていきたいなと思いますし、うん、まあ、情報もねたくさん提供していきたいなと思っています、うんうん、なのでハウスベマーケット、まあ、本当にビジネスエンタメ研究所なんていうのもあのやってますけども、うん、その認知度ももっともっと上げて、うん、まあ、たくさんの方に今度そっち側の話でここやるといいかも ね、 今度ね、そうですね、ゾミさんもやってるので、うん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 、そういう形であのやっていけたらまたそれはそれでいいかなというふうに思います、うん、なので、まあ、マルシェの開催日っていうのは一応ホームページに記載しているので、うん、はい、うん、ホームページかあるいはインスタ、あのアンテナベマルシェ横浜、うん、アンテナベマルシェ福島っていう2つありますので、うん、そちらを見ていただいたら、うん、あの活動している人かも分かるので、うん、ぜひあのご来店いただければなというふうに思っております、うん、あ、インスタが出たかも、はい、あれ本当出た、あ、これがね、うん、アンテナベマルシェの福島の方の、はい、あのインスタになりまして、はい、まあ、いろんなことをやってますということですね、うん、で、あのはい、アンテナベマルシェ横浜のインスタもありますので、うんうん、ぜひあのいろいろと見ていていただければと思います、はい、本当早いですね、見つけるね、早いでしょ、さすが若い、ね、ちゃんとね話を聞いててもうね、うん、予測予測で動いてくれるんですよ、本当いいわ、いいでしょ、でほら あそこに QR 出てんで、もしも、うん、はい、あのよかったらピピッとピピッてやってもらえれば、ピピッてやってもらえれば、うん、はい、飛びますので、これ、ね、2週間後からいつでもピピッてできますからね、うん、ラジオ、はい、アズーリさん見たって言っていただければなんかつくかもみたいな、50円引きで、お、すごい、はい、やったー、みんなここ聞き逃すことのないように、はい、それぞれのね、関係者の人はみんなこのムービーを2週間後からね、うん、いろんなところに貼り付ける、あ、そうですね、ね、はい、頑張りましょう、告知していきたいと思いますね、うん、はい、さあちょうどあと残り5分という感じになりまして、はい、いかがでしたか、はい、そうですね、あとはちょっと2枚告知があるので、お、じゃあそれをいきましょうか、はい、はい、まずは福島の方で一番近いのが5月の27日、うん、28日、ね、はい、福島手作り市ということで、うん、東総合運動公園というところで2日間やりますね、うん、で、あのカシスドリンクもそうですけど、ゾミさんのアクセサリーも出ますので、うん、ぜひあのいい気候だと思いますので、はい、あのカシスのノンアル飲んで、うん、そしてあのアクセサリー買って楽しんでいただければなというふうに思っております、うん、それまでにアクセサリーいっぱい作るんだよね、はい、そうそうそう、空っぽ空っぽみたいになったら困っちゃうんだ、はい、はいはい、そしてもう一つが、はい、これがあの、まあ、ちょっとまだね、あの出店者はっきりはまだ決まってないので、うん、ハウスベマーケットの、 あの商売体験イベントのハウスベマーケットの、 あの日にちが決まりました、はい、やりますよっていうお知らせですね、はい、7月29、30日2日間になりまして、うん、まあ、両日10時から、うん、まあ、うちの横浜市鶴見区、はい、その先はちょっとあの、はい、インスタでね、ダイレクトメールいただければと思うんですけれども、ね、はい、なので、まあ、知っている方、口コミで広がった方のみになりますので、まあ、ぜひ番組見た方とかは、うん、ね、あのダイレクトメールいただければ、うん、あのご住所とかもご連絡させていただきたいと思います、うん、どのような、ね、人たちが出店するかまだはっきり分かっておりませんが、うん、ゾミさんは出ます、はい、そしてカシスも出ます、はい、いいですね、もうそこは確実ですので、はい、じゃあもう飲んでアクセサリー、これは鉄板ですね、はいはい、あとはね、あのハンドだったり、うん、癒しのブースだったりっていうのも様々ありますし、うん、なんか自分が出てみたいなとか、うん、やってみたいなとか、うん、まずは行ってみようっていう方でも構いませんので、うん、そうですよね、まずは行ってみて様子が分かると、はい、あ、じゃあ今度こんなことできるかな、あんなことできるかなっていうね、そうですね、いろんな発想につながりますもんね、うんうん、なのでぜひ、お待ちしておりますので、横浜の方までお越しいただける際は、あの足を伸ばしていただければなと。いや、全然鶴見って近いですよ。そうなんですよ、ね、いいとこなんですよ。横浜っていうとちょっと遠いけど、鶴見ですから全然手前なので、川崎のすぐ隣なんで、そうそうそう、川崎とね、間違えられちゃうんでね、うんうん、この間、お宅に行った後、私お店の方に行ったんですけど、40分か45分ぐらいで、もう全然着いちゃうので、そうですよね、全然横浜って言うとちょっと、いや横浜かと思ったけど、うん、鶴見みたいなね、近いんですよ、全然近い、もう東京から一番近い蒲田からなんて10分で着いちゃう、あ、そうですそうそう、はい、うん、そうですそうです、うん、なのでぜひなんかなっていう方はね、林田さんに連絡すると、どんどん自分の運勢も人生もね、この先がミラクルが広がっていくかなみたいな、まあ、そうです ね、 ね、本当ですよね、可能性ですから ね、 ね、ご縁がご縁をつないでいくと、うん、あ、こんなラジオに出ちゃうんだ、ラジオじゃないよ画面だよみたいな、そうだった、そしてインターネットで世界だよみたいなね、
ハワイにマルシェか。そう、大事大事、ね、イメージすると引き寄せ引き寄せみたいな感じで ね本当ですよね。ね、なるなるじゃなくてなったなったっていう想像の仕方をするとね。出るね。なったなった。最高。ちょっとビキニ来てお店に立ちましょうか。ビキニですか。ちょっとそれは私は遠慮しますみたいな。ハワイでも着物でみたいな感じですかね。浴衣でみたいなね。さあもう一枚来ました。今日最後、あ、最後はタケちゃんですね。はい、アンテナでマルシェ、今度は車でなく行きたいですね。ですよね、はい、ビール飲まないかタケちゃんね、うん、そうですね、うん、でいろいろ食べたいもの飲みたいものがありましたからねって、機会あれば覗きに行きたいですがただの八百屋ですがっていう、もう決まり文句なんですよね彼の場合。え、キムタケでしょうね。キムタケ、ね、キムタケ。でもねこれね、アンテナベベベベだベ、うん、ベね、よろしくお願いします。はい、まあ大丈夫ですね、はい、じゃあ、そんな感じで来週は、3週目になって、今週がね2週目と3週目がちょっと交代になってしまったんですが、来週はうちの旦那さんが、誰がゲストが来るのか誰が来るのかちょっとまだ未定とは言ってましたが、3時の近藤ですということで、着物ドリーマーズの店長がやりますというので、終わりでございます。あっという間でしたでしょ。あっという間でした。ねえ、はい、もうあっという間に終わっちゃった。楽しかったです。楽しかったです。またね、第2第3の感じでね、いろんな展開が応援できたらいいなと思います、はい、ということで今日は、ヒカリンダ代表のアンテナベーマルシェ横浜店店長の林田忍様にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました、アーカイブは2週間後になります。ありがとうございます。